油町酒造の仕込み水油町酒造株式会社は奈良県五世市1160番地に本拠を置く日本紙メーカーで1719年創業の老舗倉本室賀無貨水にこだわる製法を続けている奈良市と称する高町風の森が主要ブランド商品の90%を木酒が占める農業との共存共栄を掲げ地産地消を目指している 1719年創業。奈良県と大阪府の境に位置する、葛城山、金剛山の稜線が望める場所にある。社名からも推察できるように、もともとは、慶長年間より製油業を営んでいた酒蔵である。1719年に、酒造業に転じ、以来300年以上、日本製酒発祥の地とも言われる奈良で酒造りを続けて、 日本酒造りが本格的に始まったとされる省略時の酒帽を使った製法を継承しつつ、風の森を新たな伝統を創造するブランドとして位置づける。主要ブランドは奈良市と称する高町風の森木酒ブームの先駆となる。木酒である風の森製造のためにオリジナルの冷却能力の高いブラインタンクの開発と参加を抑えた上層法や ザルヒモロギ通りという上層法を確立した。ブラインタンクの最大のポイントは、二重構造になった壁の間の層にマイナス温度の不凍液を循環させる冷却方法にある。タンク内ごとの理想的なもろみ経過を得るための繊細な品温管理が可能で、アメリカ高度 214mg 以上の超高水で仕込んだもろみは、発酵が進みやすく、短期もろみになりやすいが、 このタンクで30日以上かけた発酵が可能となった。さらに、この発酵を経たもろみの鮮度を維持するため酸化を抑えた上層法やザルヒもろぎ取りが必要であった。これらの方法で酸化を抑制し、後期成分や旨味などの風味を損なうことなく酒の養存酸素濃度を午後3時未満に抑えている。この技法は必ずしも最新の技術ではなく、 室町時代の酒造関連の文章をヒントに、同社が独自に開発を重ねたものである。かつては、冬から5月までが、酒造りのシーズンだったが、現在は季節を問わず、1年に4回の酒造りを、している。杉玉の吊るされた油城酒造社奥近年では、地元契約農家の提案で、無農薬、無化学肥料の秋壺だけを使った酒造りも、始めている。 草取りや獣害など多大な人手がかかるが、奈良県内の酒屋発展の協力のもと、除草から収穫までの作業を手伝う一般参加者を呼び込むなどイベントを企画し、新たなコミュニティ作りを行っている。また、新部署として大和上流署を立ち上げ、蔵の向かいの地区150年の古民家をリノベーションし、 2018年より上流種であるジンの製造を始めるなど新しい試みを行っている。現在のゾウス第13代山本長兵衛は関西大学工学部生物工学科を卒業後、阪急百貨店に入社。3年後の2007年によりイギリスロンドンへ留学。2008年に油町酒造に入社。2015年代表取締役就任。 2016年に仙台が多界した後の2019年、世襲の長米に改名。実家に戻った頃に、酒蔵の歴史を調べ出す。江戸時代初期までは、季節ごとに適した工房が使われ、四季を通して、静止を仕込む技術があることに気づく。しかし、幕府が、米家の安定の目的で新米が出回った後の冬に、仕込む、サム作り以外を禁止したため、多様な作り方が衰退。 流通のため、火入れも当たり前となった。本来の酒造りはもっと自由であったことに気づいた、山本は、流通の条件が格段に良くなった現代では、500年前の原点に戻るのも良いと考え、火入れや味を調整する露化をしない、木酒、無ろかにこだわった酒造りに没頭するようになる。全身が、 安土桃山時代、江戸時代にあたる慶長年間から、山和平野で採れた菜種を使って精油業を営み、その野号が油町長兵であった。酒造業に転じたのは1719年、良質な水を求めて現在の地に蔵を築いた。室町時代に現代につながる、画期的な酒造りの技術、母台が生み出された省略寺。この製造技術を復活させ、 製造されたブランドが、高町である。むすの奈良県産秋壺に水を含ませる工程。ABCDEFGHIJKLMN、食べる通信から食べめぐるならボリューム252019年12月号。ABCDEFG、酒倉一万流零零一、2 0 1 4年4月1日。発酵 AB、油町静岡株式会社会社案内。 2020年8月19日閲覧。ABCDE パープル山と倉本探訪種巡りボリューム3油町酒造醸造風の森社長山本義彦革新の倉本は先へ風の森倉本インタビュー2020年8月19日閲覧。AB 油町酒造社長13代山本長兵衛さん300年継ぐージは現代なら 毎日新聞。2020年8月19日閲覧。酒蔵ツーリズム油町酒造株式会社。2020年8月19日閲覧。日本経済新聞2020年11月17日付。関西で得た解剖。奈良の酒蔵光。稼ぐちから。油町酒造株式会社伝統民族主にふさわしい。 品位、品格を備えた酒造り。2020年8月19日閲覧。AB、日本物。2020年8月19日閲覧。油町酒造株式会社、トップページ。2020年8月19日閲覧。クーラコン、酒蔵栄光、奈良県、風の森醸造元油町酒造、風の森の美味しさに迫る。2020年8月19日閲覧。 AB, 立花人、吉華人。2020年8月19日、閲覧。里人、心352018年、秋号。甘辛手帳2020年10月号、青酒増発。奈良が香るクラフト人。甘辛手帳2019年2月号。地酒の星。読売新聞2020年11月24日、ケニュースの、門なら、新世代の作り手風を起こす。 油町酒造株式会社公式サイトなら主。2020年8月19日閲覧。ABC ペンナン、no. バー425油町酒造株式会社公式サイトマイナス風の森。2020年8月19日閲覧。AB ビザ2020年12月号 P22 風の森油町酒造油町酒造株式会社公式サイト秋坪への思い。 2020年8月19日閲覧、ありがとうございます。